はい、えー、本日前期 B 級スタンダード、えー、見事優勝飾りました成田学ぶ、えー、佐藤愛国組です優勝おめでとうございますありがとうございます、えー、昨年度独敗をなめてここぞって感じで今日攻めた踊りをしてたと思うんですけれども優勝のコールを聞いた時どう思いましたかあ率直にもう嬉しいと思いました まさかね優勝できる、まあ、優勝するつもりでもう朝から一応来てるんですけど <laughs> ちょっといろいろ2人でねいろいろねゴタゴタがあったのでそれが無事に大丈夫だって良かったです愛子ちゃんどうぞ <laughs> はいもう嬉しいの一言ですなんか今でも信じられませんがありがとうございましたはい千代さん今日確かに、えー、優勝目指して頑張ってたと思うんですけども、えー、今日の競技会に向けてどういう練習してきましたか マスクありの競技会を想定して、マスクしながらちゃんと踊り込むというのと、えっと、マスクしないときはしないときで、ちょっとまた体の感覚が変わってしまうので、しないときの練習も両方とも心がけて、どちらでも対応できるようにしっかりと練習をしてきましたあとは二人であの話し合いをあの重ねることを特に大事にしてたかかったなでの良と思います。 えー、今日の結果に対しての喜びや感謝目の前にオーナーの先生お二人が見てらっしゃいますけれども、えー、どなたにお伝えしたいですかもうあの応援してくれた方みんなにですねもう皆さんの声があってここまで来れたので <laughs> 本当に今ね、はい、長かったね <laughs> ありがとうございます皆さん本当にこれからもまたよろしくお願いしますはい、同じ気持ちです皆さんに感謝したいですありがとうございます じゃあ、えー、後期、また B 級戦ありますけれども、今後、あの2人の、えー、目標、そしてファンの皆様へのメッセージをお聞かせください、えっと、まずはそうです、ねまあ、後期は後期で、また優勝を目指して、しっかりとね、劣っていきたいと思います、あとは、えっと、三大大会、日本インター、あと全日本で、まあ、準決勝ぐらいに入れるような選手になれるように、日々また精進していこうと思っていいますす、はい、同じ気持ちです <laughs> ありがとうございます。 はいありがとうございました、えー、本日、えー、前期 B 級スタンダード、えー、優勝いたしました、えー、成田学佐藤愛子組です優勝おめでとうございますありがとうございました